け。はい、野島崎の灯台にやってまいりました、房総半島最南端でございます。これからあの奥の方にある灯台の方に行ってみようかなと、思っています。あのね、加藤さんね、今ね、チャーリー浜さんいらっしゃった。そう、いらっしゃった。転げちゃった、だから。うん、ね、うん。そう。加藤さんじゃありませんか？そうで、ありますよ。はい、では行きましょう。はい、あー、ちょっとなんか取れるかな。海ですね。海だ。灯台はあちらなんですが、一番南の端にですね、素敵なベンチが岩山の上にあるんです。よく星空と一緒にこの場所を撮ってる写真なんかがありますよね。ようこそ。あ、よくね、星撮る人なんかがね、下からですねベンチ入れてね、星を撮ったりしているので、よく有名みたいですね。はい、同じことを上に上がりながら私お話しさせていただきました。先に言ってた。はい、失礼しました。とんでもない。はい、ということで、はい、もう時間が2時半ぐらいになってきたので、これからですねチクラのペンションに行ってみようと思います。はい、はい、それでは失礼します。海ですね。あの奥の方すごい綺麗ですね。綺麗です。あの辺で加藤さんジャブジャブしちゃうんですかね。ねえ、もうね、元プロオカサーファーとしてはやっぱり、はい、うずうずしますよね。うずうずしますか。海が待ってる。海待ってますか。びちゃびちゃです。びちゃびちゃです。はあ、なんか疲れましたね。疲れました。はい、遊んで疲れました。ジャブジャブしてきましたね。すごかった、波がバーッてきて。わっ、結構今まで入った海の中でも結構なんか波来るやつじゃないですか。ですね。しかも綺麗ですね。綺麗でした。この辺ね、外房の海って。よかったです。外房というか、もう先っちょですよね。うん。うん、いずれにしてもとても綺麗なところでございます。うん。ああ、よかったね。ああ、シャワーも借りれたし、よかった。はい、よかったです。はい、この後もすぐお風呂入ろう。はい、そうしてください。あー、すごかった。宿のビーチハウスさんに帰ってまいりました。はい、
ブランコがありますね。ねえ、いいですね。座っちゃいそうですね。寝ちゃうよ。多分揺られたらこれ。ちょっと座っちゃおうかな。足がさ、はいはい。もうなんかほらプール入った後みたいにして疲れてるじゃん。うん、あと寝るだけじゃね。気持ちいいよねそれ。もうね、こういう感じ。ちょっと全然わからない。あれ？違うか。猫ちゃんいた？あそこの窓の真ん中の窓の真ん中になんかいませんか？わかりません。あれ？違うか。ちょっと見てきたらどうですか？あれ？ちょっと目が見えてないんですけど。猫さんでした。本当だ、見えるかな。よかったらちょっと写真撮らせてもらおう。あとでオーナーに一言言いましょうね。猫ちゃんの写真撮らせてもらってます、うん、大丈夫ですか。外のところで、うん、でちょっと行ってまいります。本棚があってですね、真田太平記とですね、スラムダンク、あと我が輩は猫である。はい、そこに見えてる進撃の巨人は無視するんですね。あんまりよく知らないから。ですね。これはじゃあちょっときゅうりから抜いてみましょう。あのですね、私たちの九州の旅のですね、はい、宮崎、はい、プレザント日向さんと、うん、あっちはなんか和食、うん、こっち洋食で野菜をどっちも大事にしてますね。そうですか。美味しいです。野菜、野菜を大事にしている、うん、サラダを美味しいの出せるってところはすごいですよ。うん、こうやってこんなところ。これ。ポークソテーですね。野菜が綺麗ですね。添えるだけ。はい、テイク3。おはようございます。おはようございます。お世話でございます。綺麗です。綺麗ですね。いいよ。で、ここでパン焼きます。これじゃがいもなんです。おいしい、おいしい。出た
どうしました？左手は添えるだけで、そしてルカ君がなんとパスを出しましたね。いやー、おー、やったー、あー、やりました。感動です。これは感動です。いやー、いやー、まあこのルカ君だったら春子さんしょうがないから、もう残念だけど花道くんはちょっと不意した。この絵が、なるよね。こんなに尻尾がまた可愛い。まこちゃんってさ、男の子かな。男で電話かかってきて、どうじゃ、あのどなたかがあれですか、止まったりして口コミで、ね、お姉さんが止まって、ね、はい、とってもいいお宿でしたね。お気に入り見つけた。また来ちゃいそうですね。来ちゃいますね。あのすごくいいとこです。なんか鳥の声がして海の音がしてですね、でなんせ猫ちゃんが可愛くて、ご飯も美味しい、お風呂も気持ちいい、ね、お掃除もすごい綺麗にしてくれてていいですね。そう、じゃあまた来ましょうね。はい、あの、はい、全部現れてる感じですね、人柄がね。はい、その辺でこっち向いてください。
GoPro ビデオ終了。